皆さんこんにちは、亀三昧です。今日は3月の29日の、今は午後3時ですね。少し日が傾いてきて、今亀をね外で干していたんですが、まあ、日本石亀、室内飼いの子たちがあんまりね最近日に当ててなかったので、まあ、日光浴というより、まあ、実際今太陽に当ててどんな色味をしているかっていうのを、今日は確認をしていきたいと思います。この中にいるのは、まあ、まずアダルトのメスが2匹と、まあ、あとはヤングだったり、まあ、去年生まれのベビーから少し育ったサイズぐらいの子が、いるんですが、まあ、まずはアダルトのメスから見ていきましょう。まあ、この子はもともと外で飼っていた子なんですが、ちょっとね、冬眠前に調子が悪そうということで、中に入れた個体です。で、まあ、中でね、冬からこの春にかけてガツガツ餌を食べてもらって、こんな感じでブックブクに太りました。目もこんな感じで綺麗に澄んでいるので、かなり調子は良さそうです。この子ね、色がかなり綺麗ですね。ちょっと夕日にものすごい当たっちゃってるんですけど、あ、いいですね。こんな感じでオレンジというか、まあ、赤みがすごい強い個体でとても綺麗だと思います。で、もう一匹のメスの子がこの子ですね。この子はどちらかというとさっきと違って黄色みが今度は強い子ですね。この子は年明けにブリーダーさんからね、いただいた個体になります。年はね、まあ、結構いってると思うんですけど、まあ、そのブリーダーさんがね引退されるということで、僕がねこのメスを1頭引き取りました。まあ、高齢なんでどれぐらい卵を産むかとかはわからないんですけど、まあ、余生をね我が家でゆっくり過ごしてもらえたらなと思います。今紹介したのがこの2頭のメスですね。オレンジのと黄色いやつですね。では今度はオス見ていきましょうか。はい、この子はオス個体ですね。とても綺麗ですね。オレンジ味が強くて頭にもしっかり色が乗った綺麗な個体です。この水光板の色の強さと全体的な色の明るみがねものすごいですよね。わかるかな、この辺のちょっと白くなってるところとかは、まあ、発火っていうよりねカルキとか多分カルシウムとかその辺の沈着なので、外で飼育してると勝手に消えますんで、別にねこれはなんか病気とか調子悪いとかそういう感じではないですね。はい、もう尻尾もがっつりオスですね。この子は2022年生まれの子なのでもうすぐ2歳になる子です。こんな感じでもう性別もはっきり分かってだいぶ大きくなりました。繁殖につなげていくってなるともうワンサイズ大きくなるといいかなと思います。もう一匹2022年生まれのオスの子がいます。この子も全体的に色が明るくてとても綺麗ですね。発色の強さという意味ではさっきの子には少し劣るんですけど、全体的な色の明るさだとこの子の方が綺麗なんじゃないかなと思います。どちらもね、甲をつつけがたい綺麗なオスですね。並べるとこんな感じ。この子が2匹目、この子がさっき紹介した子、タイプは違うんですけど2匹ともすごい綺麗なオスですね。あとはまあ去年生まれのちっちゃい子たちを紹介していきます。この子は去年生まれの中で一番大きな子なんですが、もう性別がこんな感じで太くなっててがっつりオスの尻尾をしていますね。これもオスです。この子も甲羅がとても綺麗で、ものすごくね将来期待できるような一匹だと思います。
餌食いもものすごく良くて、どんどん大きくなります。一昨年生まれのさっきのね紹介したオスにもう追いつきそうな成長スピードなんで、今後が楽しみな一匹です。次はこの子ですね。この子はめちゃくちゃ綺麗ですね。もう全体的な色の明るさ、この水光の、オレンジの強さ、頭の発色、もうどれをとってもトップクラスですね。この子も尻尾がかなり太くなってきてるので、オスで間違いないです。復光もなんかちょっとへこんできてて、まあ日本石亀のオスって復光がへこんだりすることってあんまりないんですけど、この子はなんかべっこりへこんでますね。特に流木に乗ってるとかそんな感じでもないんですけど、なんかお腹がすごいへこんでます。亀の種類によってはメスにねこう乗りやすくなるためにオスだと復光がへこんでくるってことはあるんですけど、日本石亀ってそんなにないんですけどね。この子は結構へこんでますね。次はこの子ですね。この子はものすごいオレンジかかった綺麗な子ですね。発色がものすごい強いです。めちゃくちゃオレンジですね。今ちょっと頭しまっちゃってるんですけど、頭の色もすごい綺麗なので、とても将来が期待できる子じゃないかなと思います。最後はこの子ですね。この子はまあ何とも言えないですけど、この子はなんとなくメスっぽいかなって感じの子なんですけど、甲羅がね全体的に明るめなのと、頭ね今出してくれるんですけど、この頭の色がねこの子はめちゃくちゃ綺麗ですね。こう横から見ても発色してるのがはっきりわかります。正直施工なんかはね、先ほど紹介した子の方が発色は綺麗なんですが、頭の色はねこの子がピカイチだと思います。綺麗だなって思った子はオスが多かったので、まあこの子はね、種親候補の、メスとして頑張ってもらえたらなと思います。はい、といった感じで、普段室内で飼育している子たちを、屋外で観察をしてみました。今日も気温が20度を超えて、暖かかったんでね、だんだんと亀が外で生活しやすい温度になってくると思うので、まあ5月の頭ぐらいにね、この子たち揃って屋外飼育に切り替えることができたらなと思っています。また屋外飼育に切り替えた時にはね、飼育環境なんかを動画にしていこうと思いますので、その時はぜひ、ご覧ください。この動画が面白いと思ったら高評価、チャンネル登録をお願いします。動画は金曜土曜の夜8時に更新をします。それ以外にも不定期に更新しますので、ぜひご覧ください。それではご視聴ありがとうございました。